ただいま手元に届きましたファルコン、ハイブリッド系のプラグなんですけども、ファルコンのあと新しいやつでポッパー系になってます。口がポコッと穴開いてます。で、ショート系でポッパーで、ポッパーペンシルポッパーって言った方が正しいのかな。で、浮き方はまあ見てください。これ ST66 のこれも20ついてて、このくらい、まあほとんど垂直ですよね。で、この距離だとまあ動きませんけども、こんな感じです。で、これをちょっと投げて、移動距離を30センチから50センチにしてワンピッチ、こういう感じで動かしてやると、ものすごい収縮効果が、あの音がすごいんで、音と泡がもう確実にここにいるなっていうところの海域だったら使うと面白いですね。で、あのご存知の方も多いと思いますけども、実はこういうポッパーっていうのはキハダはすっごい釣れるんですよ。クロマグロはやっぱりよく知らないんですけども、キハダはよく釣れますから、釣るのは我慢です。みんな、ね、自分も含めてなんですけど、ボコンってやってちょっと待って出ないと、もうあいやっつってこう回収しちゃいますよね。じゃなくてガボン、待って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 、ボン、待って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 、ボン、こういう感じで動かします。施設にはクリアな海ですと水深70メーターから見て上がってくるそうですから、70メーターから上がってくると、いくらあのマグロが速くても何秒かのタイムラグがあります。その何秒かのタイムラグっていうのは、この泡を見つけて餌だってバッて言った時に、我々が先に動かしちゃってることが多いということ。自分の思ったところに行ったのに、あれ動いてるっていう、そういった感じになっちゃいますから、あの魚がちょっと深めにいそうだなっていう時は待ち時間を長く、表層でガバガバやってる時は待ち時間はちょっと短く 2,3 秒にしてくると。音いいでしょ、音。これ引いちゃっても面白い。こういうタイプって、こういうタイプはね、もうちょっと距離があるときに、こういうときにそのまま引いちゃう。勝手に動いてますから。これ何もしてないで、ただ棒引き、これですからね。でもこうやってこんな感じで動きますので、まあ、これも一つの手ですよね。